あ、じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。どうも、はい、いつもありがとうございます。今日は火曜日です。はい、珍しく火曜日上がりで、はい、新作の YouTube、はい。早かったですね。今日早かったです。比較的ね、まだ5時ですよ。そうっす。ありがとうございました。あっという間だった。まあ、今日も、まあ、それなりのメンバーが揃って、はい、まあ、変えたんじゃないかなと思います。はい、はい、どうでした？まあまだと思いますよ。まあ、新しい人もある程度火曜日も来るようになってきたし、はい、まあ火曜日から挑戦、火曜日はほら他の市場行ってる人もが新規で来る人も多くなってきたね。ああ、確かに確かに。まあ今日も四季の方から来ていただいた方もいます。そうなんですか。可能の方からも来ていただいて。ああ、そうなんですか。いろいろなところから来ていただいて、はい、非常に、東京マーケットとしては感謝しております。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。八つ日の総根祭りがいよいよね、今月のもう21日ですか、近いというか、ね、ありがとうございます。21日に、はい、ね、来週、再来週、再来週なんだね、もうね、あっという間ですね。そうですね、まだ若干の余裕がフリーマーケットブース空いてますから、はいはい、フリマ出店、出店のね、はい、どんどん、まだ空いてますから。どんな感じでしたっけ。車出店だから、はい、車に2台分のスペースで、はい、3000円とかですか。3000円、横出し、横出し3000円で、はい、手持ちが2000円でしたっけ。手持ち2000円で当日行けばいいって話ですよね。そうそうそう、やつか駅前、まあ、車出店の場合限りがあるんで、はい、電話いただければ、東京マーケットの電話いただけ、行っていただければ、はい、取れるという形。あ、事前に予約してした方が楽ですね。はいはいはい、あとは来た時にはまた空いてればできるし、はい、まあ、なるべくだったら東京マーケット、この YouTube 見てる方はお電話いただければ、はい、東京マーケットの、はい、できると思います。事前予約して朝現地に行って、何時でしたっけ。9時から、3時までだっけ。スタートが9時。そうってことは搬入には、搬入は7時から。7時から、うん、はい、いやできます。僕も行くんですよね。そうです、もちろん。はい、や今回若干寒くないからいいかね。確かに、これ1回か、第1回目の時はちょっと寒かったからね。寒かった、本当に。まあ風も強かったし、ね、はい、第2回目は若干まだ自分の気持ちの中では、はい、プレッシャー的には余裕ですよ。あ、本当ですか。段取り通り行けば、はい、で2回目もじゃあ5時、5時行くんですよ。5時出勤。え、前回芸人さん、そう、今回はね、はい、今回はとりあえずどこもまだ呼んでないんだけど。あ、そうなんですか。まあ今回は商店街の方も、はい、町の出店という形で、はい、まあ、今回飲み食いできる感じの、はい、スペースとしてお祭りとして、はい、またやって、はい、8月の本番の、はい、総根納涼祭りに向けて、はい、もう8月の話。8月5日のね、はい、盆踊り2日間やっていこうかと思います。はい、日にちも決まってるんですか。8月5日で一応ね、予定として組んでありますんで、はい。え、盆踊りってことは夕方からってことですか。そう、だから昼間はね、あのね、町の人たちの意見があって、フォークダンスやろうとか、ね、そういうことを言ってるんで、はい、まあ、だから、2日間にしようか、3日間にしようか、悩んでますけど、金土日でやるか。そこはフリマはあるんですか。そこの辺も、まだこれから。これから。じゃあ、とりあえず遊びに来てねっていう話ですか。盆踊りは。盆踊りは。今回第1回目なんで、はい、盛大に。行きたいと思いますね。あ、じゃあそっちに気を使ってるんですね、今。気を張ってるっていう。あ、まあね、だけどそっちはまだほら先進んでないから、若干今回21日の総根祭りに関してはまた成功させて、第その3回目の、ね、総根納涼祭りの方に向けて考えていかなきゃいけないんですけど、はい、まあだけど何しても初めての挑戦だから大変ですよ、はい、出演者がいないって感じですか、今回は。今回は出演者はね、いないです。ああ、なんだね、俺も残念なんだけど、はい、今回だけどね、出演者いない分芝生を引いて、はい、人工芝を引いて、はい、寝転んだり子供たちがこうくつろげたりね、できるスペース、食べるスペースと、はい、まあ、新しいキッチンカーと、はい、今回うちの会員である、茨城キングが、初挑戦として、はい、敵屋さんでいつもやってるようなリンゴ飴を自分で研究しながら作ってやろうとか、そういう考えも大丈夫なんで、フリーマーケットの中の一角として食べ物、まあもちろんその保健所の許可は全部取るんですけど、そういうので、今回茨城キングはリンゴ飴にチャレンジ。
あれ火はダメなままですか？火は OK ですよ。あ、火も OK になった、はい、すごい。消防署の許可も取ってます。あ、今回から OK、はいはい、なるほど。だからいろんな試して、もちろん摘発という形ではいけないんだけど、はい、我々露天商としてね、はい、振りまけてやってるメンバーとして、はい、まあ、雑貨を売るんじゃなく、はい、じゃあリングアメやってみようとか、はい、スモモアメやってみようと経験として、ね、縁日的なことをね、はい、またやってこの古物の商売につなげていければ、金魚すくいとかやっていい、そういいんじゃない俺もやろうと思ったんだ、金魚すくい、射的とか、面白いね、それはもう町の人たちと話し合って、はい、とりあえず敵屋さんじゃなくて、はい、一般の方と、はい、商店街の方と募集して、はい、あと町内の方、はい、各町会、今回あの八塚でも中央ブロックっつって10町会が集まって僕もこの間会議に出てきたんですけども、はい、それでまあいろいろ話し合った結果、はい、まあ、盆踊りも OK ってことになったんで、はい、で町ぐるみで、まあ、今回それに付属して遊林会っていう僕の会があるんですけども、はい、僕の会っていうか 僕たちの、ね、ご年配の方たちがやってる会があるんですけど、はい、その方たちは町に花を増やそうか、はい、増やすってことでね、プランターを各お店の前に置いてもらうっていうそういうプロジェクトもいろいろやりながらやってるんですよ、はい、会議なんてやってるんですね。やってますよなんか一番会議から遠い、あ、だからね、遠い人じゃん。だからほらこの間も話したとおりさ、東京マーケットでもこの会員さんとの、はい、たまにだから円卓会議、はいはいはい、そういうのを草加市でやってて、はいはい、まあ、それをこれで円卓会議初めて出席させていただいたんだけど、はい、やっぱ結構いろんな意見が飛び交うわけですよ、はいはい、だから東京マーケットでも例えば10人20人で、はい、円卓会議、はい、ちょっとしたおか意見を、意見をちょっとしたご飯を食べながらとか、はい、お酒飲みながら、はい、意見交換するっていうのは、はい、まあ、2年今やってみてありかなって思ってますよ。やるんですね、本当に。やりましょう。それは、それは実現したいと思う。だってやっぱりそれぞれやっぱで初めからスタートから東京マーケットに来て2年経ちましたっつって、まあ、来なくなってる人もいるし、はい、してる人たちにしてみれば、あ、やっぱ自分たち、まあ、最初言った通り自分たちで作り上げる市場なんで、みんなの意見も取り入れながらね、会長はああした方がいいですよ、しんちゃんこうした方がいいですよ、はい、ね、という意見をいただいてさ、はい、みんなで、あ、じゃあこれそれはいいかもしれないねとかさ、はい、でそういうのでやっていこうとか、なるほど、うん、そういう意見も取り入れて、まあこの間の一部ね、動画でも言って、我々が言ったことに関しての、まあ、あれもいろいろ身内の中でもいろいろそういうご意見もありますから、はいはい、まあ、外の意見も必要だと。なるほど。ということで今年は、はい、6月を迎えて2年なんで、迎えた後にそういう会員の方の意見を聞きながら、ね、はい、まあ、当日来れないで言いづらい人は新作の方のこの YouTube 見てご意見入れていただければ、それに俺返信すると。クレームお待ちしてます。クレームどんどんお待ちしてます。もうクレームだらけの市場なんですよ本当に。いや、言うの怖そうだな。だってあのホックしてるさ、木曜日にホックしてる谷子だってなんだってさ、もうさ、俺たちと一緒になって酒飲めばさ、やっぱさ、もう愚痴は出るし、それはそうですよ、同じ人間だからね。そういう愚痴も解消しつつ、はい、また新しくどんどん進めていって、はい、まあ、この古物業界を進めていければなっていう感覚になります。それでまた、うん、ね、まあ、今日初めて新作にも言いましたけど、7月かなんかにはここでまたしばらくやってなかったからね、みんなで焼き鳥でも焼いて、はい、肉焼いたり焼き鳥焼いたり、ハマグリ食ったり、バーベキューでもやりましょうよ、7月に、はい、暑くなる、7月全般だったらまだいいでしょいや、もうダメでしょいや、そうかな、ちょっとやってみようよ、はい、はい、まあやりましょう、前回もだって夏でしたもんね。そうだよ、はい、だから夏と、あれは秋にやってたんだっけ、鍋はね、はい、やった。だからそれもまた今年もやって、その前に一回7月入る前でもいいし、6月になってから円卓会議参加者募集みたいな感じでさ、はい、あ、イベントが続きますね。そう、まあ、イベントは絶えずあった方がいいでしょ、はい、でほら、はい、会員同士の交流も深められるし、はいはい、ね、まあ、それぞれ人間嫌い好き嫌いあるけど、はい、そこはやっぱそこで流そうよみたいな、はい、いいと思います、ね、それでやっていった方が全然楽だよね、はい、やっぱりすごい、あんまりそんな話聞かないですもんね、普通他の市場だと。そうそうそう、うん、参加者の意見聞きますなんて、そうあんまりね言わないですからね、やっぱり聞いていかないといけないし、すごい、うん、はい、まあ、それが甘いんだよ普通。
人間もいるけど、まあ、だけどそんなこと言ってたら市場の新しくの開拓はできないから、はい、僕らはあくまでも新しい市場として年配者がえばってる市場とかじゃなくて、はい、新しくできてみんなでこうしていこう。今日も後藤さんからも注意もあったけど、やっぱりあの人の荷物をいじったら元に戻すとか、ポスターを開いて破いちゃったりとかする場合もあるから、はい、そういうやっぱり後藤さんもめったに怒らない人間なので、やっぱりね、そういうことはあくまでも人それぞれの荷物だから、見るのは構わない、自由なんだけど、やっぱりあったところに戻す、綺麗に見る、まだ売るまではその売り主の人のものだから、そうですね、うん、買ってから初めて自分のものになるから、まあマナーというか、マナーとして ね、うん、そういうのをやっぱ守っていきながら、これからどん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 ね、はい、それを多分東京マーケットの生ネギまんまで他の市場行ったら怒られちゃうと思う。まあまあ、だからちょい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 こうね、いろんなことも厳しく言われると思いますけど、なんか間違ったことじゃないから、はい、それはまあどこのとあれでも一緒だから、その辺をねもうちょっとみんなで考えながら、そういうのも円卓会議で言いながら、はい、ちょっとビールでも飲みながらさ、いいですね、やりましょうよ、はい、飲まねえだろ、僕は飲まない、メガズマックでも飲む。だから帰れなくなっちゃう。けどそんなのでね、はい、もっともっとどん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 進めていって、いろんなイベントもやっていきたいし、まああのこの間から言ってる通り、自分でまあ自分で振る人も出てきたよ。あ、そうですね、やってましたね、うん、今日だからそういう人たちもどんどんいいし、まあ、自分のものを売ってみるってのも楽しいからね、やっぱり。あ、そうですね、まずは自分のものから売ってみて、はい、あ、こうやってやれば売れるんだ、ああやって売れれば売れるんだって、売ってまたその売ったやつが新しい市場なんか開いたら面白いんだよね。へ、逆にさ、東京マーケットで売ってましたみたいな、はい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 、そういうのは大いにいいですよ。へ、やっていただければすごい寛大ですね。だってそれでいいじゃない、はいはい、そうしたら荷物も集まってくると思うし、あそこのマーケット売れる、こっちが売れる、あっちが売れるって言ったらさ、やっぱ荷物、結局荷物がなきゃダメなんだ。まあそうなんですよね、まあ、どっちが先かみたいな話になっちゃうけど、買う人か売る人か、そうみたいな話ですけど、やっぱり荷物が集まらないと、やっぱ人はそれぞれ集まらないと思うから、はい、こっちも必死ですよ、毎週1週間荷物集めるの、まあ、開始として集めてますね、そうですね、はい、だからそんな感じでやっていきたいと思いますんで、とりあえずは、はい、まあ、東京マーケットに、まだ会員になってない人でも、今回倉庫祭りは電話いただいて、まだ古物も取ってませんっつって、フリーマーケットだけ最初やってみたいっていう人、フリーマーケット古物の免許いらないんで、そうですね、うん、できれば柳田とか俺とかに東京マーケットの行く前に会いたいっていう人はぜひお申し込みいただければ、はい、まあ、ここに連絡先一応入れますんで、はい、で、ね、ぜひ連絡くださいよ、はい、あとはあれ、あの、なんだっけ、お盆、ね、お盆じゃなくて盆踊りのお願い、盆踊りのお願いはね、はい、本当あの、まあ、東京マーケットのこの YouTube に対して非常に心苦しいんですけど、はい、そういうなんか集めるみたいな感じは本当に心苦しいですけど、あの一応あの例えば、盆踊りって提灯で成り立つんですけど、提灯に自分の名前を入れて、はい、ぜひ盆踊りの時につけたいと、はい、屋号でもいいし個人名でもいいし、はいはい、その盆踊りにはあの提灯を載せたいっていう時は、あの、はい、東京マーケットからの続き、東京マーケットもちろん出しますけど、はい、東京マーケットからの続きで東京マーケット各会員っていう形でポン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 って乗るのもいいし、はい、自分の個人名じゃなくても、はい、なんていうんですか、その会社名でもいいし、載せたいって方は人提灯5000円になりますけども、はい、名前入れで、はい、募集してますんで、はい、僕はお金が余裕があるよって方は盆踊りって提灯で成り立つんですか。そうなんですよ、提灯を結局買っていただいて、名前入れで買っていただいて、はい、最初は儲からないんだよ。へー、儲かるってことは別に儲けを求めてやってるんじゃないから、町おこし、ね、町おこしやってるんですね、はい、でまあ、東京マーケットもそれに参加してやってるんで、はい、まあ、今回僕は主催なんで、僕らが、あ、はいはいはい、盆踊りか、僕ら八つ谷に5人いる、5人の仲間で盆踊りはまた進めていくんで、はいはい、そのためにちょっと計算したらざっく、まあ、300から400かかるんじゃないかというので、そんなに、はい、まあ、そういうことにしてね、提灯、はい、を一口5000円なんですけど、はい、あ、じゃあ俺は2口2本提灯出すよとか、そういう心意気の方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひぜひ、はい、ご連絡いただければ、協賛っていう感じなんですか。そうです、
ぜひそんなのもね、こう心苦しいですけども、はい、僕も一応10本ぐらい出そうかなと思いますけど、1万円5000円柳田新作YouTuber 柳田新作、まあ、あれ5000円って聞いてたから5000円でいいのかな、ね、5000円一口いいですか、あ、じゃあ使ってください、ありがたく、やらせみたいになってるけど、はそうやらせみたい、初の提灯台いただきましたので、はい、よろしくお願いします、柳田新作、はい、YouTuber 柳田新作載せたいと思いますんでだから自分の載せる名前は何でも好きな名前載せていいんで、はい、例えばあの売り主何々とか、なるほど、ね、何番とか名前を出したくない人、売り主何番ですとか、まあ宣伝みたいなことをすればいいですね、宣伝やっていただければ、はい、でまた当日は皆さん来ていただいて2日間にわたってどっちかでも一緒に来ていただいてどんちゃん作業もできるし、はい、みんなで楽しく夏の暑い中、はい、過ごしたいと思いますんで、はい、ぜひぜひお越しください、協賛もよろしくお願いします、いただいても結構です、していただかなくても結構です、遊びに来ていただければ、最終的に遊びに来ていただければ、いただければ結構ですということですね、はい、そんな形でよろしくお願いしたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします、まあ、直近ではじゃあ総根祭り、そうです、5月21ですよね、はい、そうです、はい、よろしくお願いします、それで盆踊りは8月5日あ5日の日曜日を日に、そこから2日間か3日間の前後でえありますんで、はいはい、その辺をぜひぜひよろしくお願いします、はい、そんな感じで分かりました、今日はもう初提灯台5000円をお預かりしましたんでご報告まで使ってください、はい、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございました、お疲れ様でした、よろしくお願いします、はい、どうも、like